こんばんは、親父です。今日はね、ちょっと押し入れの整理をしていまして、まあ、レトロゲームがね、ちょっと出てきたんで、ざっとね、ちょっと紹介したいと思います。っていうのもね、レトロゲームの、高価買取の動画を上げたんですけど、未だにね、ちょっと視聴回数がちょっとずつ増えたりだとか、まあ、コメントなんかもいただけるので、こまごまとはね、また後日あげるとして、今回はまあざっとこういうのがあるよっていうのを紹介していきたいと思います。ハードの方はね、ちょっとまだ押し入れの上にあるんで、またそれは後日ね、ちょっと、あげきれてないのは紹介したいと思います。まずはじゃあね、ここら辺からざっといきますか。まあ、ディスクシステムがあったりとか、ちょっと汚いんですけどね、ゲームボーイが置いてありますね。あとはまあファミコンが、まあ、ちらほらと置いてあります。載せただけで数字を取ると言われてるね、悪魔城、ドラキュラなんかもここに置いてあります。で、あとこちらはね、DS があって、まあ、ちょっといろいろ入ってはいるんですけど、あとは PSP とか DS とか、アドバンスとかね、まあ、これもちょっとハードはまあ、いつかあげるんで、まあ、それはちょっと置いといて、ここら辺にね、ゲームギアのソフトだとか、ネオジオポケットのゲームなんかもちょっと置いてあります。で、暑い。フローリング、キッチンで撮ってるんでちょっと暑いんですけど。で、こっちはね、ちょっと変なものが映ってる、ごめんなさい。変なものってあれじゃないんですけど。ここにはね、メガドラ。メガドラがね、あります。以前あげたんですけど、案外このね、マクドナルドのがね、買い取りが高くて、今でも1万円ぐらいしてるんでしょうか。買い取りが高い商品です。でもだいぶ DS 売っちゃったんですけど、まだ少し残ってるのもあります。で、こっち側に移りまして、まあ、セガサターンですね。セガサターンの商品と、3DO。まあ、3DO の商品が、まあ、ちょろちょろあります。で、こっち側に来て、裸のスーパーファミコンソフトですね。スーパーファミコンは200本ぐらいあります。こっち隣に来て、スーパーファミコンだとプレステ2がちょっとありますね。ちょっとあります。で、説明書だけがあったりとかして、あとね、今現在ちょっと買い取り下がってるんですけど、ここら辺は比較的買い取り金額の高いものをね、ちょっと並べておいてあります。はい。で、今度こっち側に来て、プレステですね。プレステとドリームキャストがあって、攻略本も集めてるんで、ちょっとこの辺置いてあります。熱い。で、ここら辺にちょっとアドバンスがありまして、任天堂キューブ、ゲームキューブがあります。下はね、ほとんど攻略本です。攻略本またね、ちょっとね、自分の趣味っていうこともあるんですけど、日記感覚で動画を上げたいと思います。で、以前撮ったね、私の好きなオホーツクに Q、オホーツクに Q、オホーツクに Q でございます。で、隣に行って、で、これはファミコン。ファミコン全部で250本ぐらいありますね。これなんだっけ？ PC98 のソフトですね。オホーツク好きなんであります。まあ、こんなもなんとなくね、ちょっと色分けとかしてあったりするんですけど、こういうのはちょっと買い取りが高かったやつを少し分けてあります。で、こっち側に行って、まあ、ファミコンソフトと、これは PC エンジンか、ニュージーランドストーリー。あと、任天堂64があって、こっちにね、バーチャルボーイのソフトがあります。
で、最後の箱なんですけど、ここはファミコンミニですね。アドバンス系のがあって、で、これはゲームボーイが入っています。で、この下スーパーファミコンのがちょっと残ってるのがあって、なんだっけこれ、64か。任天堂64が、まあ、ちょこっとあります。64はね、そんなにレアゲームはないと思います。で、この中ね、また紹介しますけど、64のソフトがいっぱい入ってます。はい。まあ、こんな感じですね。ざっとちょっと紹介したんですけど、まあ、評判と良ければね、まあ、ファミコンとスーパーファミコンはちょっとずつちょっとね、商品紹介するつもりなんですけど、また後日ね、動画上げたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また、さようなら。